最高の人生の終わり方のページのご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。 TBS アナウンサーの吉田明夫ことアッキーです。そしてはい、前田敦子です。今日もちょっとね、明日の放送についてお話ししたいと思います。はい、昨日は結構深夜まで収録だったんですよね。そうなんです。今回ドラマ、このドラマでは初めて朝の3時まで。あら大変。実は私も昨日一睡もできずに、ベッドの中にいたのに一睡もできなくてちょっとぐったりしてるので。え、どういうことですか？なんかベッドに入ったんですけど、ちょっとわけが違いますよ。わけ違う。お仕事してる私寝てるんですけど狙えなかった。だからちょっと今日はぐったりあっちゃんアッキーでいきたいと思います。はい、はい、あ、そうだ、ちょっとさ、これは先話していいですか？はい、あ、何ですか？アッキー、ハッピーバレンタイン。あら、ちょっとあっちゃんからもらっちゃいましたよ、バレンタイン。はい、これはあれですよね、カードが入ってるんですよね。入ってます。開けていいですか？どうぞ。一体誰になるんでしょうか？これ現場で、はい、皆さんに配って、ビリビリ、でれん、あっちゃん出ました。イエーイ。これはすごいですよ。4人いる中、いるな、いらない、これすごいわざとらしい。すいません、もうちょっと演技力高いますね。あっちゃん見習って。ビリビリじゃないの、あいつじゃないですか、もう。言っちゃダメですよ、それは。まあ、そんなあっちゃんに私も実はちょっとささやかなバレンタイン用意してきました。ありがとうございます、本気で嬉しい。ちょっとアメリカンな詰め合わせです。よかったら食べてくださいね。かわいい。じゃあ早速明日の放送についてちょっとお話ししたいんですけど、はい、明日はももこと先生の禁断の愛についてのお話なんですよね。これはどうですか？最初の頃から、1話ぐらいからもすでにちょっと匂ってて話ではあるんですけど、いよいよ真相が明らかにっていう感じなんですけど、はい、いやーね、どうなんですかね。私は先生に恋したことはないので全然わかんないんですけど、なんか憧れの先生とか面白くて印象に残ってる先生とかっていますか？私ほとんどがあれだったんですよ、女性の先生だったので。あ、そうなんですか。はい、もうなんかすごく面白くて大好きっていうのはあったんですけど、かっこいいとかそういう経験はしたことないですね。ありますか？私かっこいい先生はいなかったんですけど、小学校の粘土の授業があって、それでその粘土の授業の先生がちょっと変わってて、粘土の授業始まる前に必ず集中するためにピンガクっていうのを5分間ぐらいやるっていう先生がいたんですよ。長い。ちょっとそういう変な先生はいましたね。え、憧れだったんですか？いや、全然憧れてないです。ピンガク。へぇ、まあね、ちょっと先生はちょっと結婚されてる、そうなんですよ、結婚してる先生との愛で高校生なのにどうしたものかっていう感じなんですけど、まあ明日そのももこちゃんの恋が、はい、もう積極的女子ですよ。積極的女子ですか、ももこは。はるかはね、ちょっと Google プラスで、はい、今消極的になりつつあるんですけど、自信をなくしつつある中、はい、ね、先生と恋しちゃって、皆さんそこら辺も注目してみてください。いいですかね。この番組で登場するはるかの Google プラスは実際に皆さんもご覧いただくことができます。はい、はい、ドラマでは見ることのできないスペシャルコンテンツもありますので、皆さん公式ホームページからぜひご覧になってください。そして次回は2月16日木曜日夜9時から、ももこちゃんと先生の禁断の愛について、はい、ちょっとまた動きがあるので、あっちゃんから一言ありますか？あと何があったっけ、奈良くは。あ、そうですよ、あれですよ、あれだ、忘れてた、忘れた、もっと大事な、もっと大事、もっとじゃない、同じくらい大事な、平等に大事な、平等、全部大事ね。そうだ、これ言っちゃっていいんですかね。いいんじゃないですか。でもあの CM コマーシャルでも流れてますね。お兄ちゃん、そう、ケン兄ちゃん、ケン兄ちゃん帰ってくる。そうです、これ言わないと、言わないと帰ってきます。そして伊原家に行きますよ。おお、またね、兄ちゃん、兄弟揃ってどうなるのか、そこら辺も楽しみですね。はい、何か投げるのでしょうか。そちらも投げるかな、投げるかな、期待してください。これやたら上目遣いでね、はい、なんかちょっと緊張しちゃいますね。いい感じなんじゃないですか、見てる。これ3人で話してるっていう設定らしいですよ、どうやら。なるほど、はい、この間もっと近かったですよ。結構近いと緊張しちゃいますからね。はい、そうでもないですか？
私はドキドキしてます、あっちゃん目の前に。はい、今更です今更じゃあ皆さん2月16日夜9時から、はい、ぜひ見てください。見てください。